日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。昨年オフにポスティング申請を行い、レイズとマイナー契約を結んだ元日本ハムの上沢直行選手。ポスティングでのマイナー契約という異例の契約でファンの間で話題になりましたよね。そんな上沢選手ですが、先日新たな契約内容が発覚。その内容からなんと早速帰国する可能性が浮上しています。一体どういうことなのでしょうか。そこで今回は上沢選手が早速帰国する可能性についてご紹介していきます。2011年にドラフト6位で日本ハムに入団し、エースへと上り詰めた上沢選手。昨年は序盤に調子が上がらず、6回途中9失点の大乱調を記録しました。メジャー挑戦を公言していながら、この低たらくに批判が殺到していましたが、投球フォームの修正に加え投球データの見直しも行い、徐々に本来の投球を取り戻していきました。ただ打線の援護に恵まれないこともあり、24試合の先発登板で9勝9敗、防御率 2.96 と貯金は作れませんでしたが、リーグ最多の170回とエースとしての責務を全うしました。11月28日、メジャーリーグ挑戦を目指したポスティングシステム申請が行われたことが発表され、ポスティング期限間近の1月12日、現地時間11日、タンパベイ・レイズとマイナー契約を締結したことが発表されました。2月から始まるメジャーリーグのキャンプに、上沢選手は招待選手として参加することになり、レイズとの契約を選んだ理由について、投手育成の成功と豊かな歴史にとても惹かれたと述べ、複数球団からのメジャー契約のオファーを断ったと報じられています。ポスティングでマイナー契約を結ぶのは前代未聞で、この契約には賛否が分かれましたが、一方で日本ハム球団がマイナー契約でもいいと後押ししていたこともあって、本人はしっかり夢を追いかける決断をしたことから応援するファンも増えている様子。そんな上沢選手ですが、先日レイズとの契約内容で新たな内容が発覚し話題となっています。なんと球団地元紙タンパベイタイムズが21日日本時間22日に春季キャンプ終盤に臨めば契約を解除できる条項が盛り込まれていると報じたのです。レイズの現時点の先発ローテが確定しているのはエフリン、シバーレ、リテルの3選手。これに続く候補として同氏はブラッドリー・ペピオットらの名前を挙げた上で、ベテランの日本人右腕上沢直行も先発候補の一人だ。レイズと結んだマイナー契約には出来高に加えて、球団が春季キャンプ終盤に契約を解除できるとの条項が盛り込まれていると伝えました。つまり開幕前にレイズは上沢選手と契約解除することができる、すなわちレイズとの関係を終わらせられる、背水の陣で契約を結んでいたことが分かったのです。これにより最速で帰国する可能性も浮上しているという上沢選手。とはいえ、仮に契約解除をされてもすぐさま帰国することはないとは思います。上沢選手にもプライドはありますし、夢を持って渡米している以上、そんな簡単に帰ってくることはないでしょう。筒香選手のように何かしらアメリカで野球を続け、メジャーを目指すと思います。アメリカへの強い思いが伝わってくるようですが、しかしマイナー契約でも行くつもり、そう公表してしまったのは痛恨の悪手です。とはメジャースカウト、一体なぜかこう続けます。日本人からすればメジャーへの強い思いがにじみ出ているのが伝わるし、誠意ある対応だと受け止められるかもしれません。しかし契約社会のアメリカ人にとっては、そんなものは全く関係ない。基本的に彼らは交渉の際にまず最高条件を提示して、そこから落としどころを見つけるというスタイルです。つまり最低条件のラインを最初から示してしまったのだから、交渉次第でメジャー契約が取れたかもしれないのに、その確率を大きく下げてしまったと言える。それでは買い叩かれてしまいます。もしも優秀な代理人などと密に連携を取っていれば、心の中で思うのは自由ですが、それだけは言わないようにとアドバイスされていてもおかしくないのですが、また裏を返せば自身はマイナーレベルの実力だと卑下しているようにも受け取られかねないと言います。さらにこの開幕前の契約解除の項目について、米移籍情報サイトの MLB トレードルーマーズ氏は、つまり正確にはレイズと上沢の関係は
開幕前に終わる可能性があるということだ。とはいえ、この契約解除条項はおそらくマイナー契約における儀礼的なもので、噂は開幕メジャーを勝ち取れなくてもレイズ残留を選ぶだろうと予測しています。さらにレイズは噂をマイナーに送って米国の野球に慣れさせ、メジャー昇格を検討する前に試合でどれほど通用するか見てみるだろうとしています。よほど見込みがない限りはスパッと切らないと考えられており、おそらくは大丈夫だろうと向こうでは言われているみたいですね。また噂は投手の契約金を合わせた年俸総額から算出される日本ハムへの譲渡金はわずか$6,250、約91万円となっています。噂は投手が開幕メジャー入りを果たせば譲渡金は増額されるものの、それでも最大で$516,250、約7500万円にとどまります。同じくポスティングでメジャー移籍した山本由伸投手や今永翔太投手の場合は数十億円もの譲渡金が発生しているだけに、噂は投手の91万円はファンの間でも様々な議論を呼んでいます。ネット上ではメジャーオファーもあった中、マイナー契約でもレイズに行きたい本人の気持ちが優先されるのよいね、日ハムは選手の夢に寄り添う姿勢ってことだよ、金じゃなく夢を追いかけたという意味では応援したいな、とポスティングを認めた日本ハムとレイズ入りを選択した噂は投手の決断を好意的に受け止める声がある一方で、なんか日ハムが気の毒に思えてくる。92万円だと鎌ヶ谷の内野席に屋根つけられないな。自分の夢も大事だけど、送り出してくれた日ハムのことは考えなかったのかな。メジャー契約打診したチームもあったんでしょ。日ハムはもはや慈善事業などと否定的な意見も数多く書き込まれています。新庄監督も噂は投手本人にマイナー契約ならあれほど行くなと言ったのにと伝えていたことを明かしていました。もし開幕前に契約を解除されどこも契約してくれないとなれば、当然日本に帰ってくる可能性もあります。ないとは思いますが、もし最速で帰国して古巣の日本ハム以外、ただし日本ハムが獲得に動いていないなら別の球団と契約でもしたら、昨季ソフトバンク入りした有原康平投手同様、いやそれ以上に炎上する可能性もあり、ルール変更が行われるかもしれませんね。日本ハムのエースとしてファンからも送り出されている以上、できることなら悪役にならずそのまま夢を追う選手でいてほしいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。